はい、皆さんこんにちは、クミトコナインです。こうして皆さんとお会いできたことに感謝いたします。七色香り本舗の出店情報が入りましたのでご案内いたします。また新たな情報が入り次第ね、このチャンネルで共有しますので、お見逃しのないようチャンネル登録、ベルマークボタンをオンにしていただけたら幸いです。それでは動画をとくとご覧あれ。深大寺といえば蕎麦、蕎麦といえば七味ということでね、調合したての美味しい七味を深大寺蕎麦にかけてご堪能してみてはいかがでしょうか。想像しただけでよだれが溢れてきますね。行かれる方は防寒ウイルス対策を万全にしてお出かけください。それでは七色香り本舗最新情報、最後までご視聴いただきありがとうございました。よくわかんないけどちょっと作ってみますね。さあまずはね、こちら四国さぬきの名産鷹の爪の中柄なんだっけ、これは大柄、大柄ね。尊い薬剤のみかんから陳皮、海苔の香りを味わいましょう。江戸松葉海苔からこれにごま、柚子が入るとこれ山椒が入りません、はい、これ朝のみから生の唐辛子、ごまの油で焼いた焼き唐辛子が入ります。さあ風味一番、これは辛口になりますね、はい、さあこれも海苔の香りから特製、これにごま、国とこスペシャルはね、これ焼き唐辛子が多め、ね、ありがとうございます。これに柚子の味香りを加えます。朝夕の食卓の友でございます。まあ、作り置き詰め合わせはございません、はい、お好みで調合いたします。柚子多めね、はい、でスペシャルはこれ海苔が多め、海苔多め、海苔多め、はい、海苔、はい、海苔多めがバージョン1、はい、これが1ね、はい、さあ甘い辛いはお好みで調合いたします。まあ、江戸名産物、江戸の香り、さあ七色七味でございます。さあこちらもね、バージョン2はごまが多め、そうバージョン2は焼きごま多め、ごま、ごま多めね。さあこれも尊い薬剤のみかんからこれに海苔の香りを加えます。さあこれにごまの香りを加えます。山椒抜かします。これ朝のみから生の唐辛子、ごまの油で焼いた焼き唐辛子から、これもね辛いところを焼き多めに入れとくからね、甘い辛いはいかようにでも調合いたします。さあ海苔が入って特製、これもごま、これもねさらに辛みを加えます。これに柚子の味香りを加えます。まあ、甘い辛いはいかようにでも調合いたします。風味一番、需要薬用でございます。これもねごま多めだ、これもね風味一番でございます。これが2だって、クミトコバージョン2、クミトコスペシャルバージョン2、もう3とか4はいいからね、はい、これで美味しくいただいてくださいね、はい、風味一番でございます。朝夕の食卓の友でございます。まあ、作り置きね、詰め合わせはございません、はい、お好みで調合いたします。 ありがとうございます。でもまだまだ作んなきゃいけないんだよね、はい、で一緒ね、全部一緒ね、はい、分かりました。クミトコスペシャルめっちゃ量多い、クミトコスペシャル量多いってすいません気遣ってもらっちゃってすいません、じゃあその分他の減らせばいいな中辛ニンニク焼き多めね、はい、さあまずねこちら四国さぬきの名産八房の木一本、鷹の爪の純物、これも尊い薬剤のみかんから陳皮、海苔の香りを味わいましょう。江戸松葉海苔からこれにごま、柚子やニンニク入ると山椒が入りません。これ朝のみから生の唐辛子、ごまの油で焼いた焼き唐辛子から、これね焼き唐辛子、これが多めね、はい、朝夕の食卓の友でございます。さあこれも海苔が入って特製ごま、これニンニクの味香りを加えたところがニンニク、いえ焼き多めね、中華になります。朝夕、ね、はい、の食卓の友でございます。風味一番、需要薬用となっております。朝夕の食卓の友でございますね。さあお姉さん、もしあれだったら言ってください。月からで、はい、さあ月からになりますと辛口のナンバーワン、これまずは四国さぬきの名産鷹の爪の純物に焼いた焼き唐辛子を加えて辛いところを、これは月から、さあ海苔が入って特製ごま、山椒の香りを加えます。さあ月からには辛いところ、まずはシングル、さあこちらもダブルの辛いところ、山椒の香り、さらに辛みを加えて海苔の香りを加えます。これは月から、
さあ作り置き詰め合わせているものは一切ございません。お客様に合わせて完全調合いたします。まあ、お客様に合わせて完全調合、さあ風味香りで味わいましょう。秘伝の香り7色でございます。どうぞ。おから3つください。おから3つね、はい。さあこれもね、ただいま混ぜありましたのが一般ご家庭大衆向けの辛さが中辛になります。まあ七味唐辛子は香りからまた風味、風味から香りで味わいましょう。秘伝の香りから江戸土産七色でございます。さあお客様に合わせてこちら完全調合いたします。自家製造から製造直売、まあ、サンドサンドの食卓の友七色でございます。まあ、お客様に合わせて完全調合中でございます。さあ風味香りで味わいましょう。7種類からね。じゃあ大辛で、さあじゃあ大辛になりますと辛口のナンバーワン、まずはこちら四国讃岐の名産鷹の爪の純物に、これ焼いた焼き唐辛子を加えて辛いところを大辛。さあ海苔の香りを味わいましょう。江戸松葉型、海苔の香りからごま山椒の香り。さあ大辛にはまずこちらシングル1杯の負けから、ごひいきご愛嬌ダブルのサービスね。最後これに辛みを加えます。辛いところ大辛、まあ、作り置き詰め合わせはございません。お客様に合わせて完全調合いたします。さあ江戸名産物江戸の香りから薬用七味七色でございます。まあ、お客様に合わせてこちら完全調合いたします。自家製造直売となっております。さあ海苔の香りからごま山椒の香り。さあこちらもねシングル1杯の負け、さあお母さんの気持ちが入ってダブルのサービス、ダブルダブルサービスね。これも辛いところ大辛、作り置きはございません。自家製造直売、秘伝の香りから江戸の香りから薬用七色七味唐辛子。お客様に合わせて完全調合いたします。さあこれもね焼いた焼き唐辛子を加えて辛いところ、こちらが大辛。さあこれも海苔が入ってごま山椒の香り。さあこちらもね大辛にはシングル1杯の負けから、さあマイドコーヒーからご愛嬌ダブルのサービス。さあ最後ねこれもダブルダブルサービス、これも大辛辛いところになります。ね、朝は飲み噌汁からおしんこをはじめ、鍋物煮物からうどんおそば、何にかけても美味しく召し上がれます。ね、風味香りで味わいましょう。さあお後はございませんか。お兄さん山椒だけ、はい、山椒だけちょっとあの量は少なくなっちゃうけどいい、同じ1000円で。同じ1000円で、はい、いい、量は少ないからね、うん、高いから山椒高いね。さあ山椒3年目の薬とね歌に歌われました粉山椒。さあもっとおまけだ、ゾウはどうしとけばいい、冷凍庫入れといて、冷凍庫とかタッパとかジップロックとか、さ兄さん辛さは中辛でいいよ、中辛2つ、中辛ね。さあこれも一般ご家庭大衆向け用の辛さが中辛。さあ江戸風味江戸の名産物から七色七味唐辛子中辛、徳川314年の伝統中辛。さあ海苔の香りを味わいましょう。松葉海苔からごま山椒の香り。さあお兄さんの気持ちからまずこちらもシングル1杯の巻からおひいきご愛嬌ダブルのサービス。最後ねこれ私の気持ちが入ってこれが中辛。さあ作り置き詰め合わせはございません。お客様に合わせて完全調合いたします。もう需要薬用と等々ありました七味七色七種類、まあ、各地の名産品名産物となっております。まあ、自家製造直売秘伝の香り七色となっております。さあこれも中辛シングルね。さあお兄さんの気持ちからダブル、さあこれもねダブルダブルサービス、これも中辛。さあ風味香りで味わいましょう。秘伝の香りから江戸土産七色でございます。まあ、お客様に合わせて完全調合いたします。需要薬用となっております。さあ風味一番からね、まあ、美味しくいただいてください。これ、はい、いたします。まあ、唐辛子は香りとね風味で味わってください。需要薬用でございます。